行きましょう。いい眺めですね。あ、玉竜。気持ちよさそう。正気の谷の底ってどんなところなんですか？わからない。見つけた事実は積み重なるけど、天井の真実にはまだ届かない。マグダラオスはどうしてそんな場所を目指しているんだろう。この世には知りたいことが多いわね。私も知りたいこと、食べたいものだらけです。降りましょう。はい。だけど、やっぱり。降りるのは無理ね。相棒。慎重に行きましょう。
あれはレイギエナ。あの時私たちとぶつかった飛竜です。これでは気球がまた落とされてしまいます。なんとかしないと。
すごい。じゃあ、ついに谷の最下層に行く時が。準備してから騎団長さんと話しましょうか。あっせ。よろしくね。Thank you.
お疲れさん。よろしく。さて、作るか。
行きましょう。ここに必ずマグダラオスの痕跡があるはずです。それにしても正気の谷とはやっぱり。行きましょう。
見てください。痕跡が…でも…ここは谷の底のはず。これより先に行き場はないのに、ゾラ・マグダラオスは一体どこに？二手に分かれて探してみましょう。
よしよし、怪我がなくてよかったわ。ありがとう。隠れてやり過ごそうかと思っていたけど、おかげで助かったわ。ほら、メソを書くのはおよし。約束通り、谷のいろんな顔を見てきてくれたんだろ。聞こうじゃない。どんな場所だと感じた？正気の谷とは、おそらくモンスターたちの墓場。この地域一帯は墓場を中心とする巨大な生態系の姿です。ついておいで。そう、正気の谷とは墓場。モンスターは死を察して谷を目指す。屍が養分となり、オカサンゴの大地がそれを得る。こうして生まれた命は育ち、海、また谷で死ぬ。見事な生態系だね。こんなに大規模なものは見たことがないよ。はい。だけど不思議に思わないかい？何をでしょう。これほど巨大な生態系、一体どんなモンスターが養分となったんだろう。古竜がなぜ海を渡るのか、もう分かったね。もしかして、ここは古竜の死に場所だ。ゾラマグダラオスは死を迎えるためにここに来た。はずなんだけど、痕跡だけを残して肝心のやつがどこにもいない。彼はエネルギーを貯めながら進んでいました。そんな状態で一体どこに。わからない。あ、だがこの地に古くから住む竜人たちなら知ってるかもしれない。彼らの話を聞きに行ってごらん。ほら、命が降るよ。私にあと300年寿命があったらね。そしたらこの目で命の移ろいを見れたかもしれないのに。じゃあ、あとは任せたよ。私はまだここにいる。ここでもう少し命の成り立ちを探していくよ。ご苦労。
そうだな。よろしく頼む。古代竜神さんに話を聞けばマグダラオスの居場所がわかるでしょうか。よう。お疲れ様です。よろしく。ああ、君か。
古代竜人さんに話を聞けばマグダラオスの居場所がわかるでしょうか。ここはいつも通り痕跡を探すところから。手分けして探しましょう。大丈夫、今度は無茶しません。
ここに着いたんですね。私もです。行きましょう。痕跡はここで途切れていますね。友人、生態系の頂点、火の竜と角の竜、その2頭を狩猟しろということでしょうか。おそらくディオレウスとディアブロスですね。一度準備をしに拠点に帰りますか。
大丈夫ですか？助けが必要な場合は救難信号で他のハンターさんを呼びましょう。相棒、火の竜と角の竜のクエストを用意しましたよ。君か。品揃えを増やしたよ。
知識もハンターの武器となり防具となる。モンスター図鑑をしっかり確認しておけよ。
ダメージが期待できるぞ。次は角の竜ですね。Thank you.
君か。次は角の竜ですね。Thank you.
迷ったら食ってみろ。ここでは武器や防具の変更ができます。しっかり準備していきましょう。アイテムボックスでは所持しているアイテムの整理ができます。
次は角の竜ですね。君か。次は角の竜ですね。
みんな静かに。では状況を整頓しよう。彼らの尽力で古代竜人からいくつか情報を得ることができた。一つ、ゾラン・マグダラウスは地脈回廊に向かっている。二つ、マグダラウスは死を迎えた瞬間、溜め込んだ生命エネルギーを放出する。三つ、地脈は新大陸全土につながっており、万が一彼が地脈内で命を終えれば、放出したエネルギーによって新大陸が火の海となることが予想される。総司令、ここは避難を優先しましょう。妹にも気球で避難するよう伝えます。それじゃ間に合わないよ。討伐しかないんじゃないの？しかし討伐した瞬間に火の海であることに変わりはねえぞ。渡りの古竜を討伐するということは、新大陸の生態系を僕らの手で断ち切るということや。僕らがここに来た理由は他にあるはずなんや。いいですか？でしたら回廊以外の場所に彼を導くというのはどうでしょう？ゾラマグダラウスを調べたのですが、地脈回廊は海と近接した場所にありますよね。回廊にやってきた彼をどうにかして海側に誘導できれば。なるほど。海の中であればエネルギー放出の衝撃を和らげることができる。その後は彼の命を苗床に海の中に新たな生態系が築かれるだろう。問題が、以前報告した通り大規模作戦に必要な物資が枯渇しています。それに巨大な古竜の進路を変えるだなんて、一体どんな兵器を使ったら？大丈夫だ、心配に及ばない。なぜならば、あれは火よった。待っていたぞ、船長。よくやってくれた。間に合ったな。物資を山ほど持ってきたぜ。バリスタ大砲の弾、何でもござるだ。それだけじゃねえ。ギルドはとんでもねえものを積んだ船を預けてくれた。最新式の対古竜用兵器、激流装だ。これがあればマグダラオスの誘導に強い希望を持つことができる。よし、ハンターたちは急ぎ地脈回廊に向かえ。具体的な説明は現地で行う。よろしく頼んだぞ。それでは我々に導きの青い星が輝かんことを。マグダラオスを見送りに行きましょう。私たち全員で。よく聞け。導きの青い星が輝かんこと。新商品入荷よ。
うでなくては。じゃ、よろしく。
相棒。はい。行きましょう。それでは作戦を説明する。地脈はこれより先地中深くへと続いている。ゾラ・マグダラウスは間もなく地脈を進み現れるだろう。ここより奥に進んでしまったらもう手出しができない。その前にこいつで食い止めよう。激流層で奴を迎え撃ち進路を変更して外界に逃がすんだ。そのためにマグダラオスの勢いを止めなくてはならない。奴の体力を減らし歩みを緩めてくれ。了解。そして今一つ、おそらく今回もネルギガンテがやってくるだろう。奴が場を乱した場合撃退は任せた。作戦の成否はお前たちにかかっている。頼りにしているぞ。偵察を頼む。奴が現れたら合図を。来たぞ。行くぞ。ある者は全て使え。周囲を強さに観察しろ。想像力だ。体のみならず頭を使え。ハンターたちはマグダラオスの背に到着。奴の体力を減らせ。排熱機関を破壊。もしくは天井の鍾乳石を落としてダメージを与える。天井の鍾乳石には火薬が仕込んである。スリンガーで撃って爆破してくれ。相棒、頑張ってください。ご注意を。ゾラ・マグダラオス、外角に到着しました。排熱機関を破壊して体力を減らしてください。奴の体力を奪える。それが作戦の成否を分ける。排熱機関を発見しました。
せ。外郭が変容、マグマの流れが変わりました。防ぐんだ。私はネルギガンテの撃退を続行だ。ゾラ・マグダラオスが体勢を変化、立ち上がろうとしています。揺れに備えろ、振り落とされるな。マグダラオスが二足状態に体勢変更。ヒッターたちはネルギガンテの撃退を続行。
作戦を続行するぞ。排熱機関を破壊し、引き続き奴の体力を減らせ。二つ目の排熱機関を破壊しました。調査員に次ぐ。これより最終攻防に移行する。ハンターたちはあらゆる手を駆使し、マグダラウスの体力をできる限り減らせ。これが最後の砦となる。障壁を破壊するためには作戦の失敗と心得ろ。こっちだ。入れろよ。
体力減少不十分です。じいちゃん、うん、およし帰るぞ。あら、ゴキ団くん。
どうした？品揃えを増やしたよ。
Ha ha ha!